はい、ラケットインプレッションです。ご協力いただきます。はい、プレイの中村です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、グレールの山ちゃんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、エイトのダメです。よろしくお願いします。はい、お願いします。寄ってるな、これ寄ってるな。ピンポだな。あ、俺ピン、あピンか、ピンですよ、ピン。これは定例会でしょ。定例会、定例会、定例会。ちょっと巷で騒がしてる。巷、大騒がしてるでしょ。いや、巷で、これちょっとですね、インプレっていうか、ちょっと皆さんに感想を聞きたいと思いましてですね、はい、杉戸さんは僕、完全に私仕様で40です。あ、もうそうだね。中村さんのやつもは、僕仕様でいろいろいじりました。もうなんか眉毛化してますよね、これ。ガットの色が違うし、ガットの色がまた違う、なんか貼ってるし、なんか貼ってるし、自分好みにセッティングさせていただきました。はい、まあ、でもそっちの、はい、重りも貼りました。はい、で、まあ、元々僕はラジカルも使ってた人なんで、宇宙一のラケットを超えられるかどうか。そうですね、更新されるかどうか、まあ、銀色っすからね、もしかしたら超えてくるかもしれない。銀色だと超えるんだ。はい、という、まあ、いつもの感じではございますが、はい、まあ、今日はね、実際に、まあ、そうですね、細かいお話はなしにして、まあ、プロっていうのと MP っていうこの2機種、はい、じゃあ打っていきたいと思いますので、はい、はい、ではよろしくお願いします。ラケットがいいね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 。見てくれがいいね。どうよ、うん、思ってたよりはちょっと飛ぶ感じがするのと、中も柔らかい感じする、うん、柔らかい、純粋に柔らかい感じする。打った感じ、はい、それは MP で前作と比べてってこと。そうですね、まあ、ラジカルの MP として考えたときね、うん、なんか弾く感じと思ったけど、見た感じはちょっと弾く感じかなと思ったけど、打ってみると結構手に伝わる感じの柔らかさはある。まあ、それはプラス360プラスになったらそうなります、ね。まあ、それも大きいですよね、間違いなく。まあ、何かどうか知らないけど。え、もしかしたらMP の重さは特に、まあ、前作比較って言ったらおかしいけど、まあ、MP っていうところで考えて、まあ、ラジカルの MP 多分振ったら多分こんな感じだよねの印象は確かに、まあ、こんな感じかなっていう全体像はある。変わんないですよね、前作と変わらない感じかな。 MP で多分ラジカルの MP ですよって言って渡されて振ったらこんな感じかなっていうのはあるんだけど、はい、確かに打っててやっぱり打感の柔らかさもあるし、結構柔らかいと飛ばない傾向があるけど、そんな飛ばない感じではない、ちゃんとしっかりこうラケットが飛ばしてくれてる感じもするから。プロと MP はまあ触った感じ、持った感じもちょっと違うんで。持った感じ、うん、やっぱプロの方がこう持ったら、あ、ちょっと重いんだな、重いんだろうなっていう印象。まあ、頭は重い感じ？そんな重くないじゃないかな。あんまりじっくり持ち比べたことがない。これ、うん？あんまり変わんない気がしたんだけど。まあ、でも重量が重くてバランスが軽かったらでも、まあそうですね、極端に重くないんじゃないかなと思うんですけど、バランスも。今明らかに打球も低い、さっきより低い。一般的に言う柔らかいっていうのはプロ、うん、その感じ的な柔らかさっていう、感じ的にそうっすね、やっぱりこうラケットのしなるとか、あとは重さによる打球感の柔らかいっていう部分だと MP と比べたらやっぱりプロの方が全然柔らかく感じる。要はちょっと乗る感じがプロ乗る感じがする。だから MP の方が打つとちょっとシャフトがしっかりしてて、少しスピンかけた時なんかに弾頭も上げやすいけど、プロの方が少ししなってくれる分もあって、押して飛ばしてる方がボールがしっかり飛んでる感じがする。スタンドもちょっと低めの方がボールにこう力も伝えやすいし、まあ、回転もしっかりかかって落ちてくれる感じ。プロはでも前作のプロとはちょっと違う、なんか、うん、雰囲気は違うかな。前作のプロはまあ重さとバランスか、重さとバランスが違うっていうのが、っていうところでしたけど、はい、なんか結構ここの MP とプロの今回の差は結構大きい感じがする。形状違う感じはもう出てる、うん、あ、見た目ちょっと薄いからね。見た目なんかそうですね。なんかやっぱりこう細かい部分で見ちゃうとフレームもちょっとプロの方が薄いんじゃないかなっていう気がします。こっち、こっ
ち。僕もそう思います、うん、ちょっと薄いんじゃないかなっていう気もしなくもないんで、まあ、その分もしな、もうしてたしなりの部分が出てるのかなっていう気もします。操作性、あ、ラジカルな MP って言ったらこうだよねだと思います。あの、なんだろう、すごいこうもたつく感じもなければ、すごいバランスが軽くてボールが飛ばない感じもしないので、やっぱりこう扱いやすいって言われる、パワーもある、変だし、ボレーも少し操作していく中で少しヘッドに重さがあった方がボールに力が伝わるって言った時のボレーの飛ぶ感じもしっかりあるし、ラケットのこう、なんだろう、ブレ感っていう部分で言っても少ない感じがします。結構ラケットのこうしっかりした硬さがある部分でこう安定感があって、でも打った感じが硬いかって言われるとそんなに硬さが感じない。だからこうストロークと同じで、うん、で、あの厚い当たりはもちろんだけど、スライス系のタッチなんかちょっとこう薄い当たりをした時なんかにもちょっと乗ってるよっていう感じがあるから、別に厚く当てないと柔らかく感じないっていうわけではないっていう感じなの。うまいでもバランスがいい、良さそうだよね、うんうん、全体的なショットで。そうですね、なんかこれがやりにくいとかっていうのがない、まあ、オールラウンドにこうやって打ったらこう飛ぶよねがしっかり表現できると思う、ね、まあ、ラジカルらしいね、うん、でってお話をすると、はい、やっぱりこっちの方が打球音もちょっと低くて、うん、確かに低いですよ、うん、全体的にやっぱり柔らかいよっていう印象が強い。ラケットも少しこうしなり感があるというか、このフェイス部のたわみ感、ホールド感っていう部分があるので、はい、バチンって強くした時に飛ぶ感じは MP の方があるけど、プロの方が少しこう運べるような感じが強い。収まりは今のが良かったね。全然いいですね違う重さとバランス以上の違いがある、違いはあると思います、うん、うまい、うまいコメント。確かに前作 MP とプロで難しいですよね、重さとバランスしか違わない、違わないから、ね、単に重いから打感が柔らかいよとかだったけど、今回のは明らかになんかラケットのしなり感とかも結構違う気がします。スピードを超えるラケットが出てきたよ、とうとう。え、もう超えちゃうんすか、うん、なるほど。スピードかもしれないし確かにそうですよね、ラジカル、ラジカル見てるもう山ちゃん何使ってもスピンにはなる。おお、見ましたよ。いや、パワーはあるな。山ちゃんスピードプロと比べてどうなん、このラジカルプロは。スピードプロと比べてですか。回転は多分スピードの方がかかる気がする。うーん、けどコントロールしやすいのはなんかちょっとこっちな感じが。あ、こっちの方が。そうですね、思い通りのイメージ通りにいくなんか。そうですね、最低性が。そっちの方が言えないのその時点で。それはほら、だってエクスリームの時もそう、そういう。あ、そうだ、イメージ通りいくって一番ええラケットやん、そんなの。だけど、山ちゃんからスピードが。あ、そっか、そうですね、なんかちょっと一番の項目がやっぱ強いですけど。高さはこっちの方が出てる。どうボールの高さが、あの、軌道の問題ってことですか。軌道はスピードの方が上げる。あ、上がる。まだそうなんかもしれない。ラジカルスピードがどっちかというとスピン系って言ってるのはスピードやから、それはそうかも。ちょっとフラット系の人、僕はグリグリしちゃうんですけど、どっちかというとフラット系の人の方かなって感じは。好む人が多い、うん、本当にこう変に飛ばないしみたいな。だから再現性は結構高いじゃないですか。なんか大体コントロールしやすい感じ、振りの気もいいですね。球の飛びはどう。球の飛びは、まあ、スピードプロと比較した話だけど、今スピードプロと比べたらこっちの方がちょっと飛ばない感じがする。僕の中で抑えられる感じね。そうですね、だからまあちょっと強いボール来てもブロックがしっかり効くかなって感じはするっすね。なるほど。
ちゃん、バックはな結構横振りだから、あ、そうですね、フラット系だからバックは打ちやすい感じがする。気持ちいいですね、当たった時の当たりが。今のテニスにはだからね、スピードが向いとんかもしれないですけど、本当に良さそうですね。でも球は結構いい球いってた、球はいってね、だいぶ音ほど硬くない感じがするっすか、ちょっと音は硬そうな、なかなか若干する感じがするんですけど、全然打ってる本人的にはそこまで硬くない感もアップしてる気がするんですよね。前よりもだんだんなんかラジカル飛ぶようになってきてるんですよ、確実に前よりパワーはあるような気がします。なんか結構ラジカルってね、僕のイメージですけど結構高い音が鳴るイメージ、そうね、結構、まあ、ちょっと弾き感もあって温かい音に変わってるなっていう、ね、弾き感が強い音から、うんうんうん、結構こもった感じにもなってるんかなっていう、うん、中村さんの言っててね、マイルド感が、そうそう、うん、マイルドなんじゃないこれ、だからマイルドなように出来上がってると思うよ、多分ね。MP から。MP はこれ普通の。もう普通の、あの、さっきいじってない、すいません、僕事業じゃないです。はっきりと、あの、後でプロも打ちたいので、両方、普通のでいきます。はい。大きさは、あ、でもちゃう、面の大きさですか、面の大きさはそんな変わらないけどね、薄いと思う、ね、これはでも、はい、嘘はつけないと画面でも分かるんちゃいます、微妙に角度が分かりづらいかもしれないけど、でも触った感じで絶対薄いですね、うん、そうですね、薄いことでええんちゃいます、うん、薄いって薄いでいいけど、僕も薄いと思うね、薄いと思う人、バッ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 じゃあ薄い方向で、ね、選ばれたラケットしかせえへんってことこれも プレステージに近いものがありますかね、しっかりなんかそこに行ってくれるっていうか、プレステージに近い、うん、プレステージのあの重さ、うん、あのそうね、プレステージプロとかそのでもうちょっとパワーフォローがあってくれて、しなりすぎないでちょっとまあ硬いようなイメージが、 MP とは全然違う、 MP と、うん、違う、なんか違うな、重さはどうでした、感じました、重さは感じます、あ MP より重い、 MP より重いと思います、ラジカルらしいって言われたら、ああラジカルらしいよねっていう雰囲気が、 MP はね、うん、MP は確かにラジカルらしいって言われたら、うんって感じなんですけど、プロがなんかだいぶ違うな、違いましたね、うん、プロの方がどうなんですか、うっそうやん、どう見ても絶対わかるやん、フッキーさん、これそうかな、基本的にやっぱり扱いやすさは全般で言うと MP の方がなんかこうオールラウンドよりオールラウンドな感じだけど、しっかり打ってた時にボールがやっぱり行くのはね、そうですね、歴代一番いいボール来てた気がする、やばい、宇宙一が
や、でもさ、毎回山ちゃんそれ言われてる気がする。そうですね、毎回更新されてみようから。でもね、あの、なんだろう、エクストニームとかは、あの、飛びはいいんだけど、あれやっぱ、まあ、飛んじゃうんだろうな、みたいな。なんか、バラさ、収まるのが大変だろう、抑え込むのが。でも、だから今回のこのプロが一番なんか、あの、思ったような感じで思いっきり振ったら、それはそれでちゃんと収まってたっていうところで言ったら、自然な感じでちゃんと入ってたもん、ね、うん、そうですね、安心感ありましたよ。厚く当ててもしっかりやん、フラットに打っても入ってたし、うん、スピンかけても抑えられるとか、そういうとこのバランスの良さっていうのは多分良かった、うん、ボール受けてる側でもなんか打ちやすそうだなって思えるくらい良かったと思う。これまたスピード派の声が少なくなっちゃった。こうやってやるってことは今までのね、歴代見てもらってもやっぱちょっと変化あったじゃないっていうことじゃないのこれ、ね、わざわざこう同じデザインモールでこうやって、ね、形でやるわけだから、2機種あるとやっぱ違う、そうでしょうね、これはわざわざ違うでしょ。打った感じは明らかに違いが出てきてると思うので、まあ、そこら辺はまあ本当のこうデザインが入るとか、ね、まあ、スペックが公開になるとかね、はい、そういうところがこう追って情報が出てくると思いますので、そちらもぜひお楽しみにしていただければと思いますので、